電子レンジでスルメのピリ辛を作ろうと思います。これネットでおつまみを検索してたら出てきたんですけど、スルメに、お酒とかコチュジャンとかをあえてレンジで温めるとちょっと柔らかくなるらしいんですね。イカでもスルメでもない、こう新たな食感が楽しめるんじゃないかと思ってハッとしたんですね。ハッとしたんですね。ハッとさせられた。そういうことなんですよ。ネットで出てきた作り方が、材料、スルメ 30g、酒小さじ2、コチュジャン小さじ1、醤油小さじ1、蜂蜜大さじ1、ごま油小さじ半分、マヨネーズ大さじ1。これお好みでサイトによって違いますね。最後に上にのせる刻みネギが少々。作り方は、サキイカの場合はそのまま、スルメの場合は酒に10分浸す。で、刻みネギ以外の材料をボウルに入れて温め1分半で、刻みネギを上からかけて完成という感じですね。結構材料が多いんですよね。で、とりあえずちょっとなんかあまりにも味がギトギトしそうなんで、蜂蜜大さじ1をなくします。なんかくどそうなんで。酒いる、コチュジャンいる、醤油も一応いる。で、作り方の方なんですけど、部屋にあるのはスルメなんで、酒に10分浸す。これ意味あんのかな？あれを10分ほど酒に浸したところで、あまり体勢には影響しないような気がするんで、スルメだけれども、そのまま。スルメをそのまま。あとは材料を全部大さじ表記に変えて、いきましょう。なので、最終的な作り方が、材料、スルメ 30g、酒 0.6、コチュジャン 0.3、醤油 0.3、ごま油 0.2、マヨネーズ1、刻みネギ少々。で、作り方は、刻みネギ以外の材料をすべてボウルに入れて、混ぜて温め1分半。最後にネギをかけて完成。これでちょっと変わったスルメのおつまみができるっぽい。です。多分、そんなむちゃくちゃ変な味にはならないでしょうね。知らんけど。じゃあこんな感じで作ろうと思います。エンター。
それでは、いただきます。うん。あまり柔らかくなってる様子はないですね。イカに戻ってるかなと思ったけど、戻ってはいない。スルメです。いただきます。うん。体、あったいですね。おつまみとしてめっちゃうまい、めちゃめちゃうまい。やっぱりある程度水気の中で置いといた方が、というか置いとかないと柔らかくならないっぽいですね。まあそらそうか、おかずというよりやっぱおつまみの美味しい版ですね。めちゃめちゃしょっぱい。普通に当たり目出されるよりは、めっちゃおつまみ感があるんで、この手間やったらまあ、作って、食いたいですね。うん。おもろい。おもろい。おもろいですわ。